はい、皆さんこんにちは、ワンダリーグリビジです。では今回はハーツオブアイアン4、現代モッド、新しくプレイを始めていきたいと思っています。でも早速画面に、出しちゃいますが、今回はですね、もう最近どうなんでしょう、吉本のいざこざと並んで国民の関心が高いと思うんですけども、日韓関係、これにフォーカスして韓国でプレイをやっていきたいというふうに思っています。で、今日韓関係戦後最悪というふうに言われていると思うんですが、まあこれね、何度もこのチャンネルの中でも言ってると思うんですが、あくまでもゲーム上の話ですというのがありますので、まあそのあたりね、十分にご理解いただける方だけこの先もちょっと見ていただければなと思うんですけども、まあ、じゃあこの日韓関係戦後最悪と言われている、まあ、要因、まあ、いくつかあるよねということで、まあ、ムンムン主導による反日政策っていうのがね、まあ、一つ出てるんですが、慰安婦合意の破棄、まあ、最終かつ不可逆的にとまで言われたこの合意を一方的に、まあ、事実上破棄したということ。まあ、あとはね、少し前になりますが、レーダー照射問題があり、さらに今ホットになっている徴用工の問題。まあ、これと合わせて、まあ、韓国はね、今、北朝鮮に対して、まあ、一貫して融和政策というような形をとっている中、まあ、さらにね、まあ、飛翔体という事実上の短距離弾道ミサイルを発射したりとかする北朝鮮。これに融和政策を取る韓国に対して日本としてもやっぱり反感を持っているという中ですね、まあ、この韓国では反日を利用して、政府の、ね、支持率の維持向上とかを図っているんじゃないかというような話もあったりなかったりで、もう関係は最悪の最悪、泥沼状態ということもあるので、今回はね、まあ、思い切ってこのテーマを取り扱った現代モッドでプレイをしていきたいと思います。繰り返しになりますが、あくまでもゲーム上の話です。まあ、以前もね、海外でちょっと夜遊びした時のエピソードとかを、深めに盛り込んだ時とか大バッシングを受けて心が折れかかったこともあるんですが、まあ、あくまでもね、このチャンネルは僕と同年代ぐらいの大人の紳士的な、まあ、男性が、まあ、これゲームの話だよね、これって、まあ、ちょっとした置いた程度の話だよねっていう、まあ、理解をね、していただいている中でご覧いただけると嬉しいなというふうに思います。では、早速プレイの方を始めていきたいと思います。まず国家方針のね、ツリーを確認しておきましょう。そうだ。そもそもまだ、クネちゃんなんですよね。韓国の大統領が。国家方針の確認なんですが、まあ、基本的には、まあ、主要国ではないので、一般的な国家ツリーと同じようなものになっています。なので、まあ例によって何から着手するかというと、工業の方針から入っていって、一通り工業関連を完了したらですね、政治的方針に入っていって、どこに向かうかと。いうと、追加の研究枠ですね。これをしっかり獲得していきましょうと。で、さらにそこまで進んだら思想的方針に入っていって、今回は、まだちょっとね、今後の動向次第というのはあるんですが、共産化していって、中国の方に着こうかなというふうに思っています。ここはちょっとまだね、今後の、情勢次第で変わってくる部分になるかなと思います。では早速、お話した、工業の方針、これを入れていきましょう。これで産業関係に対して、ボーナスがつきますので、早速じゃあ産業関係のねボーナス受けていきましょう。で、最初に入れておきたいのはやっぱり工場生産量が上がるもの、これを入れておきます。一通りこの辺りしっかり新しいものを入れておきましょう。あとはですね、今すぐ戦争を始める予定もないし、そもそも戦争ができないという状態なので、もうここは本当にゴリゴリと進めていく部分になるんですけども、早め早めということで、核開発も行っていきます。で、最後の一枠は、工学系からもう一つ入れておきましょうか。
暗号関係ってでも今すぐ必要ないよな。やっぱりどうしても今必要なものを入れたいので、ここは前言撤回した上でクープで行きましょう。で、研究枠確認し終えました。で、続いて生産なんですけども、その前に徴兵の中身見ておくとですね、今当然始めたばかりなので陸軍の経験値がないので、入れられるものってもうこの自動車化砲兵だけなんですよね。なのでこの自動車化砲兵を、まあ、徴兵するにあたって必要になる装備を生産していかなきゃいけないのかなというふうに思っています。じゃあ早速なんですが、兵員輸送車、そしてどうしても必要になる陸軍の装備、さらに支援装備、こんなところですかね。でも資源が全くないので、これをらを生産するために資源を輸入していきます。で、輸入先はもうすべて中国一択。中国に頼りに頼った、そういう国家運営をしていきましょう。本当はね、このゴムとかはね、僕の大好きなタイから輸入したいんですけどね。ちなみにタイは一応8月の10日お盆の真っ只中に行く予定なので、またねすっごい日本人たちでごった返してるんじゃないかなとは思うんですけども、そのあたりもねツイッターとかでレポはしていきますので、興味ある方いればね、ツイッターの方も覗いていただければなと思います。じゃあソウルに軍需工場、後追いで民需工場、まあ一旦これくらいですかね。量を用意しておきましょう。で、できればね、やっぱり合成製油所とかも用意しておきたいんですけども、まあ、まずは、輸入で、しっかりカバーできそうなので、輸入でカバーしていきます。では、時間を進めていきます。で、時間を進めていきながらですね、軍の再編とか、海軍の再編とかっていうのをやっておきたいと思います。ではちょっと陸軍と海軍の再編が終わりましたので、中身見ていきましょう。まず陸軍なんですけども、第1軍、第2軍、第3軍という形で組織し直しました。第1軍、第2軍、第3軍とも一応指揮官は任命してあるんですけども、まだ元帥級がいなくてですね、軍団 を束ねる少帥がいないというところです。あと、海軍の方ですね。4つに分けました。海軍も1軍から、まあ、4軍まで。まあ、4軍に関して言うとね、事実上今は、潜水艦隊という位置づけになっています。これらでしばらく運用していきましょう。まあ、特にね、すぐに戦争ができるという状況でもないので、まずは、まあ、国力の増強ということをやっていきましょう。で、研究関係で言うと最初に欲しいのが、やっぱり、工業系産業系になりますので、このあたりをね入れられるものを見繕って入れていきたいと思っています。で、さらに陸軍の方なんですけども、編成を変えられそうなので、ここでちょっと変えていきましょうか。ここで歩兵大隊に変えていきましょう。どうしてもね金食い虫になってくるので、ここは削除削除削除でいきます。これで、陸軍の経験値40あれば、まあ最もね、簡単なというか基礎的な師団陸軍の編成が組めるので、もうちょっとだけ陸軍の経験値ためにかかりましょう。
ではまた時間を進めていきます。で基本的にはね、この辺りに関して言うと、既存のものを踏襲していく形で、研究の方は進めていきます。なので国家方針もね、続いては軍事産業の方に進みました。で民間インフラと進んで、さらに工業の開発とか後追いで資源の特化とかこの辺りをねやっていきたいと思っています。なので陸軍の方は今はどうしてもね経験値が欲しいので装備品を使ったとしてもいいので演習を入れておきます。さあ次へと進んでいきます。じゃあここらで一発理論家、軍事系海軍系航空系の理論家。他ちょっと一通り見ますか。政治顧問に関して言うとどうだろうね。産業指導者、これ入れておくとインフラ関係が上がりますと。ただ今はインフラ関係よりも一番欲しいのが軍事工場の生産が上がるものがいいので、ちょっとそれを確認しておきましょうか。どっかにね、あったと思います。あったと思うので、そこを見極めましょう。お、これですね。戦争産業化。これで軍事工場の建設速度が 15% 上がりますと。いうので、これを先に入れちゃいます。あとは工業系ですかね。研究速度が 1% か。電子工学研究。1%。研究速度 1%。今これを優先して入れるべきかどうかっていうのはちょっと悩ましいところだな。であれば、他のものをちょっと検討したいですよね。そしたら先に産業指導者入れときますか。この後いずれにしてもインフラ民事工場、建ててはいくので、念のため他に欲しいものがないか確認しておきます。共産系を入れておいてもいいと言えばいいんですが、共産を入れよう。もうここは、花から中国寄りの政策を取るというのを内外に示していきます。で、あと、ここに来てようやく陸軍の編成を変えられるので、歩兵大隊に一括して変えておきましょう。歩兵大隊です。数はどれくらい入れられるかな？正面戦闘幅20に調整したいところなんですけど、まあ、現状すぐに20というのを、まあ、実現できるかというとクエスチョンではあるが、なんとかなりそうですね。これでいきましょう。これが最も基本的な形になってくるかなと思います。はい、ではね、この先時間を進めておきます。はい、では続いて国家方針ですね。軍需産業が終わったので、続いて先に工場の開発を行って、建設速度アップを入れておきます。で、合わせてですね、軍事工場が増えてますので、この軍事工場を使ってですね、まずは最初に、野戦砲ですね。
で続いて対戦車砲と2つの生産を入れていきます。でそれに伴って足りなくなっているタングステンに関しては中国から輸入していきます。冒頭お話した通り、今回はもう中国にね頼ったそういう国家運営をやっていきます。で中国と地続きではないので、まあ、できればやっぱりね、なんとか北朝鮮との融和政策、ムンムンお得意のね融和政策を念頭にちょっと入れておきたいかなというふうには思ってます。どうしてもねシーレーンを使った海上貿易をやるとなるとリスクがね伴ってはきますからね。さてはこの辺りの研究をどんどこどんどこ入れていきます。工場生産量アップを入れましょう。であとはですねまた国家顧問雇える状態になったので中身見ていきましょう。どうしようかな、共産も入れたし、となると続いては軍事系になってくるよね。ただこれも重要だね。農業の専門家、毎月の人的資源プラス 5%、 これむちゃくちゃ必要だ。早めにやりましょう。でどんどこどんどこというところですね。で空母ね早々にやっぱり組み入れてはいきたいので、しかも原子力化しちゃいましょう早々に。でこの間に海軍の第一艦隊の方ですね、この第一艦隊の方の中身に空母を組み入れておきましょう。で議会の危機、まあ韓国ではよくあることじゃないかということなんですが、どうしようかな。一番上、最高裁判所の判断に委ねるべき。で二つ目、通信委員会を設置するべき。続いて、我には何もすることができない。いやーここは最高裁判所に委ねよう、韓国お得意ので。空母ですね、空母を入れておきましょう。ちょっと待ってね、空母はまあいいか、空母入れておこう。で空母は4隻体制にしましょうか。第1軍になってますが第1艦隊にちょっと名前は変えておきます。で国家方針ですね完了したので、続いて軍需産業の2に入りましょう。で、あと要確認なのが年次工場の空きの数、まだ6残ってますね。6残ってればなんとかかな。で建設機も見ておくと、軍事工場が後にその後民事工場3入っていきますね。これらの完了を待ちましょう。時間を進めます。さあ空母の原子力化が完了しましたね。ただし、今空いている造船所がないので、ここは思い切ってですね空母は次に進めちゃいましょう。その頃に造船所がねもう一個完成してればね、そこで造船所を使った新しい運用というのも、念頭に入れていきましょうか。そしたら工業系に関して言うと一旦ここで全て、2017年現在で簡単に入れられそうなものは入れ終わっているかなと思います。他で言うと製鉄所でしょ、あとはクロブ合成生成所、このあたりは後でいいので、じゃあここから改めて陸軍の装備、新しいものへとテクノロジーリフレッシュをかけていきます。
はい、研究の方は原子炉の方へ入っていきます。でさらに、軍事工場の方には主力戦車を入れていきましょう。で民需工場の数がちょっと心配になってくるので、民需工場ですね、この後数を増やすように政策を行っていきます。でちょっと陸軍の方を見ると何が起きているかというと、今のところ経験値をずこずこと貯めていってくれてますね。問題はないかなと思います。でさらに民需工場をね増やしていきましょう。で陸軍の装備を充実させていきます。でここに来てどうだろう、造船所は1個できてるけど、ここは今研究が進んでいるこの空母の2が完了してから造船所の方に空母の建造を開始させていきます。空母に乗せる当然ね、艦載機の生産とかもやっていかなきゃいけないので、まだまだ空母を実戦配備するのは先になりそうなんですが、じゃあここいらで一旦北朝鮮の置かれている状況を確認しておきましょう。で北朝鮮の方なんですけども、今北朝鮮はですね、中国から独立保証を受けていますという状態です。で一方韓国の方も同じくですね、アメリカから独立保証を受けていますと。でその中国はというと、まあ、これだけのね国力を持っているというのが中国です。なのでまあ、普通に韓国と北朝鮮が殴り合ったとしても、中国の介入にあって、しかも北朝鮮と中国は地続きなので、すぐに陸軍を送り込まれて、このままの状態だとね韓国軍すりつぶれてしまうので、そういう状況を避けて、お話している通りですね、北朝鮮に対しては基本的には融和政策で中国寄りの政策をとって、東京をね火の海に変えてやろうということになります。はい、そしたら今北朝鮮と中国それぞれに関係改善を申し入れています。アメリカを裏切るような行為にはなりますが、しっかりと言うことはやる、そういう感じで進めていきます。イラクでクーデター。で政治はどんどこ使っていっちゃいましょう。余っていてももったいないのでね。で何を入れられるかというと、入れやすいものから入れていくのがいいと思うんですけど、せっかく入れるならね、今すぐ使えるもの、効果を発揮するものを入れていきたいと思います。じゃあ何があるかというと、どこで何を得られるかというのを確認してます。そうだね、ここは、まあ、一旦海軍系を入れておきますか。今すぐ必要ではないんですが、もしくは造船所、海軍産業化を入れておきましょう。で
研究枠が空いたので、この研究枠を使っていきます。まずは新しいものにどんどこ上げていきたいので、陸軍の装備をね、リフレッシュさせていきます。はい、では母艦2が終わっているので、先に忘れないうちに造船所の方に母艦の2を入れていきましょう。これでついに我が国も空母を持つということになります。まあだいぶ先になりますね。2027年、10年かかって空母1隻。まあこの後海軍の造船所は増強するにせよ、少し母艦がね、完成するのには時間を要してしまうのかなという状況ではあるかと思います。ではこの後は主力戦車の方の研究に入っていきましょう。で、戦車の研究をする上では中国軍から研究時間をね、短くするようなものを受け入れていきます。で、中国、そして北朝鮮に対しては、継続的にね、しっかりとした融和政策を打っていきましょう。さあ、では続いて、徴兵の方なんですけども、ここに来てですね、まあ、ようやくというわけではないんですが、戦車の部隊ですね。これも投入していきたいなというふうに思います。まあ、ちょっと時間はかかると思うので、一つ。まずは一つですね。ソウルの方に展開していきます。で、これに伴って、この戦車部隊のですね、中身見ておくと、まずは現代戦車、軽戦車、あとは自動車化歩兵、まあ、トラックですね。さらに機械化歩兵というものが必要になってくるので、これらの生産をね、始めていきたいと思っているのと、あとは、これらのものに関してもしっかりと生産ですね、入れていきたいと思います。原子炉まで研究が終わったので、いよいよじゃあここから核爆弾の研究を始めていきます。で、原子炉もね、どっかで製造を入れておきたいので、早めに、ちょっと一個だけでいいのでね、原子炉も作り始めちゃいましょう。核はどうしても必要になってくるので。で、国家方針は続いて民間産業で、民事工場1を獲得していきます。少し民事工場が不足してきているかなという感じです。利用可能数が3までね、減っているので、民事工場を早めに獲得するというのが急務になっています。では研究枠余ってきているので使っていきましょう。まずは戦車、これも新しいものにマイグレーションして、さらにどうだろう、野戦砲、対戦車砲もマイグレーションしていきましょう。で、余った軍需工場、まあ、新しく獲得した軍需工場って言った方がいいのかな。これに関しては、兵員輸送車を作っていきます。走行、ちょっと待ってくださいね。今足りてないのが何かというと、走行兵員輸送車が足りてないので、兵員、装甲輸送車、これですね。はい、では国家方針確認していきましょう。で、今使える民事工場の数ですね、4
使えるという状態です。で、これを踏まえた上で次の国家方針なんですが、一旦民間産業で、民事根性を、プサンとソウルでそれぞれ1、まあ、合計2ですね。これを獲得していきましょう。で、さらに研究枠ですね。こちらも余っているものがあるので使っていきます。まずは、対戦車砲ですね。これのアップグレード。さらに、歩兵装備の部分なんですが、支援火器ですね。これを入れていきます。さらに、プラスで、陸軍の装備のアップグレードをかけていきましょう。で、主力戦車の方が新しいものへと変えられるので、第 3.5 世代のものですね。こちらのものへと変えていきます。では、また時間を進めていきましょう。で、忘れないうちにね、思い出した時に、中国、北朝鮮への融和政策を忘れずにやっておきます。さあ、ではまた研究枠ね、だいぶ余ってきましたので、新しいものを研究として取り入れていきます。じゃあ続いて、装備系は充実してきているので、まずはドクトリンを1個入れておきましょう。機動戦ですね。さらに、武器を中心に行ってきたので、こっからはね、防御系のものを入れておきたいと思います。中国、北朝鮮寄りの政策をどん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 行っていっているんで、これがね、どういうふうに影響してくるかというのは、ものすごく楽しみなんですけども、まずは、しっかりと国力をね、つけるというところからやっていきます。続いて軍需工場を3つ獲得していきましょう。これで今使える、民需工場の数が4という形になってますね。生産のラインの方も今民需工場、建設級の方も民需工場を今やってますね。で、この先は、まあ一応ね、民需工場と軍需工場、バランスよく作っていって、建設のラインの方にはね、航空機の方もしっかりと考えていきたいというふうに思っていますので、そのあたりをね、バランス見ながらやっていきたいと思ってます。では、対戦車砲と軽戦車が新しいものへと変えられるので、忘れないうちに新しいものへと変えておきます。軽戦車は第5世代のものになりましたね。で、対戦車砲も新しいものという形になります。ではちょっと時間長くなってきましたので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。で、今後の方針簡単にお話ししておくとですね、今建設級の方に民事工場、軍事工場それぞれ入ってるんですけども、軍事工場の数がやっぱりちょっと足りないかなっていうのがあるんで、それはですね、この国家方針で軍需産業の5を入れているので、ここで一気に3つの軍需工場を獲得していこうと思っています。で、その軍需工場を獲得したらですね、今生産として不足しているよって出てきているマルチロール機と耐水消火機、これを作っていきます。で、空母に乗せる攻撃機なんですけども、これに関して言うとね、まだ空母ができるのが少し先というのもあるので、空母ができるタイミングの少し前にですね、攻撃機の方の生産を始めていこうかなというふうに思っています。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回以降ね、韓国でのプレイ、ぜひぜひ皆さんに、まあ、応援っていうとなんかちょっと語弊ありそうなんですけども、楽しみに見ていただきたいなというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が
面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。